はい、じゃあ始めます。こんばんは。こんばんは、よろしよろくおし願くいします。よろしくお願いしまはい、す。GKO スペシャル。今日は石田先生の、はい、高齢者に多い症状で、発熱、便秘など、いきますよ。ちゃんと覚えてくださいよ。では、石田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、パワーポイントの方の画面に変えました。はい。では、こちら見えていますでしょうか。はい。授業で、まあ、高齢者に多い症状を今日やろうと思うんですけれども、簡単に前やった脱水のところを、少し見てから入ろうと思います。前の授業出ていただいた方は覚えているかもしれないんですけど、では、こちらの方を読んでみてもらえますでしょうか。白以外で汗、体汗、から、汗汗、以汗、外汗、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 
はい。汗以外で体から排出される水分。今、まだ夏なので、皆さんたくさん汗かきますよね。はい、そうです。はい。そうですよね。たくさん、汗もかきますし、こういった涼しい部屋の中でも体から出ていってしまう水分があるという話をしたと思います。では、汗以外で体から出ていく水分、どんなものがあったでしょうか？500ml ぐらい呼吸ごかく、らと、そうだ。体からごく、600ml ぐらい。はい。汗以外。そうですね。こちらが、そうですね。体から出ていく水分。まず、例えば、こういう、トイレに、排尿、排排尿は便、排便。1100。そうですね。500ml ぐらい。尿とか便。そうですね。尿が、だいたい1日どれぐらい出るかっていうお話したと500思います。ぐらい。1500ml ぐらい。1500ぐらい。そうですね。1500ml ぐらい。出ていくという話をしたと思います。尿だけでも、これぐらい出ていくんですけど、あと他に出て、呼吸をしても、この吐く息のことを何と言ったか覚えてますでしょうか？そうですね。これは、呼吸。そうですね。吸う方を吸気で、吐く方が呼吸と呼びます。で、あと、この吐く息の他にも、出ていくところがあったんですけど、それは覚えてますでしょうか？普通に。300。皮膚から。そうです。皮膚からも。口からも、あと、普通に過ごしていても皮膚からも、水分出ていきます。呼気の方が、だいたい、これぐらい？300。300ミリリットル。300ml。皮膚の方がもう少し多かったんですけれども、何ミリ？ 600ミリ。
600ミリリットル。はい。600ミリリットル。はい。ぐらい、まあ、出ていきます。まあ、こういった目に見えない水分も、1日にたくさん出ていってしまうんですけれども、はい。こういった目に見えない、まあ、体から出ていく水分を、こちら、不感情性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 と言います。はい、まあ、汗とかは、まあ、目に見えますよね。はい、はい、で尿も目に見えます。はい。で、こういった吐く息とか皮膚から出ていく、目に、見にくい。そうですね。見えない水分のことを、体から出ていく水分のことを、不感蒸泄と言います。ちょっと、ここまでは大丈夫でしょうか。はい。大丈夫です。はい。では、これぐらい1日に出ていってしまうんですけど、スライドを変えようと思います。こちらも読んでみてもらえますでしょうか。1日の水分摂取量を見上げます。1日の水分摂取量の目安。はい。まあ、一日だいたいどれぐらい、水分を取ればいいかという目安なんですけど、はい。1.5 リットルぐらい水分と。新から2.5リットル。はい。そうですね。まあ、まず、まあ、合わせて 2.5 リットルぐらいなんですけど、はい、まずこの水やお茶、飲料水 1.5 リットルぐらい、はい、まあ、飲料水で飲み物、はい、が、大体これぐらい。1000から1500ミリリットルぐらいの1日、まあ、お茶とか水を飲みましょうという目安になります。はい、であと、まあ、水の他にも、そうですね、こういう食事でも水分取ることができます。はい、では、食事の方は、まあ、大体どれぐらい取ったらよかったでしょうか。飲料水か、1500ミリリットル。そうですね。こちらも同じで、まあ、1000から1500ミリリットル。はい。まあ、こういった、お味噌汁とか、野菜とか、まあ、ご飯にも水分が入ってます。で、合わせて、2500ミリリットル。そうですね。まあ、約、まあ、大体2500ミリリットル。はい、まあ、1日に取りましょうという目安になります。はい。はい。そうですね。まあ、例えば、まあ、朝ごはんとか、あんまり食べない人は、まあ、こういう、まあ、水分とかあんまり取らないまま、出てしまって、まあ、熱中症になりやすくなったりするので、はい、まあ、こういう水と、あと食事、まあ、どちらも水分を取るために必要なものになります。だいたいここまでが前やった脱水に関係するところになります。ここまで大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。
スライドを変えようと思うんですけれども、はい。では、こちらも読んでみていただけますか。これじゃあ、日本語に症状。はい。高齢者に多い症状。はい。そうですね。脱水の他にも、まあ、こういう、熱が出てしまうこと。発熱。発熱。はい。はい、発熱。はい。発熱は、皆さんわかりますでしょうか？はい、はい。熱が高い。体温が上がる。あ、そうですね。熱が高いとか、まあ、体温が上がる。体温が上がる。高血圧？体温が。体温が。はい。平常時。平常時より高い状態。状態。はい。まあ、発熱は、まあ、体温が平常時より高い状態。はい、平常時は、わかりますでしょうか？わかりません。そうですか。普通よりも高い。いつもよりか。はい。まあ、いつも、健康な時より、まあ、普通の、まあ、いつもの時より、まあ、高い状態。ちょっと高い状態。はい。はい。そうですね。こういった状態を発熱。まあ、熱がある。はい。発熱と言います。はい。で、発熱の原因のスライドに変えます。はい。はい。はい。発熱の原因。はい。で、発熱の原因、皆さん、熱が出るときは、まあ、どんな原因があるでしょうか？水分が少なくなるか、体内の水分量が少なくなる、はい。そうですね。脱水のときに見たように、まあ、体内の水分が少なくなるか。あと、そうですね。コロナとか、まあ、インフルエンザとかも、まあ、そういう。感染かかったとき。感染症。感染症かかったとき。そうですね。感染症にかかったとき。まあ、例えばこういう、このウイルスですね。はい。はい。はい。ウイルス。はい。最近ウイルス。はい。まあ、細菌や、あとウイルス。まあ、こういった、まあ、体に悪いものが、体内に、まあ、体の中に入ってくると、まあ、そこで、働く、ものがいるんですけど、はい、例えば、血管の中に入っている、こちら知ってますでしょうか？白血球。はい。白血球という血液の中に、まあ、こういう細菌と戦うための、ものがいるんですけど、はい、まあ、この白血球が細菌と戦うときに熱が出てしまいます。はい。はい、で、まあ、こういったものを、これですね。免疫。はい。まあ、免疫。まあ、免疫というのは皆さんわかりますでしょうか？わかります。体の、はい、イミュニティ。まあ、こういう細菌が入ってきたときに
働くことなんですけど。はい。いいですから。はい。ウイルスを守る働き。はい。ウイルスや細菌、悪いものから、この白血球が戦ってくれて、体を守ってくれます。はい、こういう時に、発熱が起きます。はい。はい。ああ、はい。働いているから発熱が出ちゃう。だから、熱が出るっていいことなんだよね。そうです。戦ってくれてる時だよね。うん。あれ先生もう一回言ってもらっていいですか誰何がですか、ね、悪いものウイルスとか細菌感染した時に白血球がそれをやっつけてくれるんですよ。で、やっつけてくれてる時に熱が出るんだって。はい。だから、勝手に熱冷ましで熱下げたらダメですよってよく言われるじゃない？一生懸命白血球が頑張って戦ってくれてるんだから、勝手に熱下げたらダメですよって。で、上がりすぎたらやっぱ体に悪いから、どこかで熱はね、下げなきゃいけないけど。微妙やな。微妙なの。戦ってくれてるから熱が出る。どこに子供には危ないもんね、先生。高い熱。高い熱、子供もじいちゃんもばあちゃんも危ないもん。はい。わかりました今誰が質問したんだっけ邪魔してすみません。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。そうですね。こういうウイルスから体を守るときに、戦う、白血球が戦って熱が出る。はい。っていう、そういう仕組みになってます。はい、であと先ほど、てくれたようにこういう時ですね。脱水。はい。まあ、脱水で、まあ、水分が少ない時も熱が出てしまう原因になります。はい。で、はい、であと、まあ、発熱をすると、ちょっとスライドを変えます。で、発熱の症状。発熱、先ほど見たように、こういう状態です。体温が平常値より高い。はい。体温が平常時より高い。はい。皆さん、熱出たとき、どんな症状が出るでしょうか？体寒く感じる。食欲がなくなる。体がだるいし。体だるいし。はい、体がだるい。たまにもめまい、めまいがする。めまいがする。頭が痛い。頭痛い。はい、吐き気もしますね。あ、吐き気を。はい。そうですね。ふらふらする。体温の上昇。そうですね。ふらふらしたり。ふらふらって。はい。顔もちょっと。お腹も痛いし。お腹も痛い。まあ、そうですね。感染症にもよるんですけど、まあ、そういうお腹の痛みとか、まあ、頭が痛いとか、はい、も出てきますし、他の人から見ても、こういうふうに。顔が赤くなる。はい。はい。赤い。顔が赤い。顔が赤くなったり、はい。暖かくなったり、赤くなる。たまには、目も、目。うんうん、こういう、まあ、見た目の、変化とか、食欲がない。
そうですね。こういう。食欲がなくなる。はい、なくなる。食欲がなくなる。はい。そうですね。まあ、本当に熱が上がって、まあ、元気がないときは、まあ、食欲がなくなる。はい。はい。食欲がなくなることを別の言葉に置き換えると、食欲よくプーニン。し、プシン。はい。食欲不振。はい。まあ、食欲がなくなるということを、まあ、食欲不振と言います。はい。はい。まあ、利用者さんが熱出たときは、まあ、こういうところを見て、まあ、熱が出ているので、はい。まあ、すぐ気づくことができると思うんですけど、はい。ちょっとスライドを変えます。こちらも読んでみてもらえますでしょうか。発熱と熱の時のポイント。はい。発熱時の介護のポイント。はい。まあ、先ほど、そうですね。あんまり、薬は、まあ、すぐに飲まない方がいいっていう話があったと思うんですけど、皆さん、利用者さんが発熱したとき、どんな介護をしてますか？部屋の温度を調整するとか、水を飲ませる。水を飲ませて、はい、タオルで、室の温度を調整する。冷やすとか、冷たいタオルで体を拭きます。ですね。まあ、水を飲ませたりとか、まあ、体を冷やしたり。はい。はい。はい。こう、まあ、これで。水分補給を行う。はい。まあ、水分補給を行う。はい。水分補給。冷たい水とかも、まあ、発熱したときは飲んでもらったら、まあ、体が冷えるし、冷えますし、まあ、水分も取ることができます。はい。こういうふうに。The front leg, front leg. 薄い服、衣類を調節。はい。衣類を調節する。まあ、たまに、まあ、服を着すぎて、熱がこもって、まあ、体温が上がってしまう人もいるので、まあ、衣類を調節したりとか、はい、そうですね。まあ、部屋の温度です。部屋の温度を、部屋の温度を調節する。はい。部屋の温度は、こう、室温を調節する。はい。室温を調節する。で、部屋の温度を少し下げて、まあ、発熱してる利用者さんが、まあ、すぐ体が冷えるようにしたり、はい。まあ、そういうことも必要です。うん、はい。で、あと発熱した時なんですけれども、はい。ちょっとスライドを変えます。何が言えばいいのかな？まあ、発熱した時に、まあ、こういうことも大事なんですけど、他の症状がないか観察する。体温が上がったり、あと、まあ、食欲がなくなっ
ったり、まあ、顔が赤くなったり、はい、まあ、そういう症状以外の何か他に症状が出ているものがないか観察するということなんですけど、はい、で、発熱の原因の一つにこれ脱水、はい、この、まあ、水分、まあ、脱水が原因の時なんですが、血圧、はい、脱水になると血圧は高くなるか低くなるか、どちらでしょう。高くなる。はい、こちらですね。低い。あ、そうですね。脱水したときは、血圧が低い状態になります。はい。で、まあ、こういう血圧がいつもより低いと、まあ、脱水してないか。まあ、それも、まあ、原因として考えられるんですけど、はい。皆さんこれ見たことありますでしょうか。あります。はい、あります。はい。あ、これ、なんという機械か、わかりますか。パルスオキシメーター。パルスオキシメーター。パルスオキシメーター。はい。パルスオキシメーター。パルスオキシメーター。はい。このパルスオキシメーターで何が測れる、うん、何が脈拍。脈拍を測ります。はい。そうですね。脈拍と、あと酸素の量を測る。はい。その脈拍、あ、まあ、皆さんこれも、職場で使ってますか？はい。使ってます。使ってます。あ、まあ、使っているところと使ってないところあると思うんですけど、はい。脱水になると、脈拍もちょっと変わるんですけど、はい。脈拍はどうなるか知ってる人いますか？低くなります。早くなります。遅くなります。不整脈。遅い。脈拍が、はい。早い。はい。ドキドキ。そうですね、脱水になると、まあ、脈拍が速くなって、まあ、血圧は低くなります。で、まあ、利用者さんが、まあ、こういう状態で、あと熱があったら、まあ、脱水じゃないかなっていうふうに、考えることができます。まあ、他に、これですね。感染症。はい、まあ、感染症。はい。まあ、感染症の場合は、まあ、例えば、こういうふうに。血液を出る。はい、そうです。まあ、出る。こういう、まあ、咳が出たりとか、はい。あとは、まあ、こういう。喉が痛い。はい。喉の痛み。そうですね、喉の痛み。はい。まあ、こういう症状があるときは、まあ、感染症になっているかもしれない
というふうに考えることができます。はい。はい。はい。まあ、こういうときは、まあ、症状がひどいときは、まあ、病院に行ったり、まあ、医療職の人に見てもらったりすることも必要なんですけど、はい。まあ、こういう、まあ、観察することも、まあ、大事ですという話になります。ここまで大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、質問してもいいですか？はい。発熱の時は体が熱くなって、部屋とかは涼しくしたらいいっておっしゃってたんですけど、利用者さんは発熱の時は寒いという人もいると思うんですけど、そういう時はどうしたらいいですか？そうですね。まあ、これから熱が上がるときは寒いっていう人もいると思うんですけど、うん、そうですね。そういうときは、もう、まあ、無理に、なんか、部屋の温度を下げたりせずに、よく起きるわね。もっと。利用者さんが、まあ、寒いっていうのが収まるまで、まあ、その、まあ、冷やしたりはしない方が、いいと思うんですけど、はい、はい、井上先生、やっぱり先生に聞いた方がいいです、そんなことは。そうです、お医者さんに聞きましょうね。ここ聞きます。風邪ひいて熱が出てるのに寒くしたらもっと悪くなるもんね。はい、うん、ちゃんと布団をかけます。ここ聞きます。はい、まあ、とにかく、暑い暑いって言ったらちょっと涼しくしてあげる、うん、寒い寒いって言ったら涼しくしない。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと、まあ、その時の状況によって、まあ、介護のポイントが、まあ、変わるかと思うんですけれども、はい、と次のスライドに変えます。はい、こちらも読んでみてもらえますでしょうか。台湾に再調節しているところはどこですか。どこですか。太陽。はい、まあ、太陽を調節しているところは、はい、どこですかという質問です。はい。脇の下。脇の下と脇の下。脇の下。肛門。ほら、調節してるところでしょ？測るところじゃないよ。脇の下とかですよね。脇の下。洋服とか掛け物？官能の首相株。ああ、そう、実はそれが正解で、このあたり、はい、先ほど言ってもらった、視床下部。はい。視床下部という、この真ん中のあたりで、この体温を調節する働きをしています。はい、ですね。まあ、これ、まあ、視床下部がちゃんと働くことで、まあ、暑い日でも寒い日でも、まあ、ちゃんと体温が、まあ、36度ぐらいになるようになってます。うん、この視床下部っていうところがすごい大切な働きをしていまして、はい、例えばこういう、これ血圧測ってます。はい、こういう血圧とか、血圧、はい、と、これ読めますでしょうか。心拍数を調節する。心拍数。はい。心拍数を
心拍数を調節する。調節する。はい。まあ、こういう働きもここで、視床下部でやってます。はい。あ、心拍数、心臓がドキドキする回数です。はい。で、まあ、血圧と、あと、まあ、心臓の、まあ、大きくなったり縮んだりするところを調節しているところも、この視床下部になります。視床下部には、こういう、体内時計。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 はい。で、まあ、体内時計、まあ、朝起きて、まあ、ちゃんと、まあ、夜眠くなるように、こういう睡眠を調節する。はい。まあ、睡眠を調節する。はい。まあ、この体内時計があるのも視床下部になります。この体内時計は、そうですね、だいたい何時間ぐらいになるでしょうか。16時間。まあ、体内。8時間？はい。16時間？まあ、16時間は、まあ、朝起きてから夜寝るまでに、まあ、だいたい朝起きてから、まあ、夜眠くなるまでの時間なんですけど、はい。この、まあ、体内時計はだいたい、24時間になります。はい。で、そう。で、だいたい24時間なんですけど、これを、なんとかリズムと言うんですけれども、これは覚えてる人いますでしょうか？外術リズム。外術リズム、うん、はい、外術リズム、はい、まあ、ぴったり24時間じゃなくて、まあ、大体、24時間ですよという、外術リズムと言います、はい、皆さん、この体内時計は何をしたら、リセットされるでしょうか？朝の太陽に光に当たったら。あ、そうですね。朝、太陽に当たったら、またリセットされて、だいたい24時間、はい、になります。はい、朝、太陽に当たってから、まあ、大体、まあ、16時間後ぐらいに、はい、眠くなります。そうですね、眠くなるんですけど、はい、ここのですね、大体このあたりに眠くなるホルモンを出すところがあるんですけど、はい、これを出したいね。まず硬い、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 この硬硬いというところから、その眠くするホルモンを出してます。ちなみに、眠くなる、まあ、眠くするホルモンのことを何と言ったか覚えている人いますか？メラトニン。メラトニン。あ、その通りで、はい。ま、メラトニンが、ま、朝起きてから16時間後にたくさん出てきて、また夜眠くなって、ま、眠ることができます。はい。こういった視床下部で、ま、こういういろんな働きをしてるんですけど、そうですね。まあ、難しいかもしれないんですけど、これで、こちらも読んでみてもらえますでしょうか。
自律神経の上昇。自律神経の上昇。はい。自律神経の中枢。はい。自律神経は皆さん聞いたことありますか？はい、聞いたことがあります。聞いたことあります。あります。はい。あ、そうですね。まあ、これも、体に、とって必要な働きをする神経なんですけど、はい。例えばこういう血圧とか、心拍数を調整してるのも、この自律神経になります。うん、中枢、ちょっと難しい言葉なんですけど、皆さん大体意味わかりますでしょうか？はい。センターみたいな。センター。あ、そうですね。センター、中心になるところ。中心。はい。ここ、中枢、中心になるところから、命令を出したりとか、はい。する、センターのことです。で、こういう自律神経の、コントロールする、センターが、視床下部なんですけど、はい。ちなみに、この自律神経、なんとか神経と、あと、なんとか神経二つあったんですけど、知ってる人いますでしょうか？交感神経と副交感神経。そうですね。交感神経と副交感神経。次のスライドに変えます。はい。まず、この、交感神経、どんな時に働く神経でしょうか？働いているとか、そうですね。働いたり、活動をしているときとか、あと、こういう、腹立つ。はい。怒ってるときとか、はい。緊張してるとき。緊張してるとき、はい。普通に、活動をしてるとき、他に働く神経です。副交感神経はその逆なんですけど、どういったときに働くでしょうか？リラックスするとき？リラックスするとき。寝るとき、リラックスして寝てるときとか、はい、休憩してるとき、はい、に働きます。はい。はい、メディテーションしてるのに。こういう、交感神経と、あと副交感神経が、ちょっと、働くときによって、心臓とか血管の、状態が変わるんですけど、はい。ちょっと次のスライドに変えます。ちょっと、表が、文字が多くなってしまったんですけど、はい。で、まず、この心臓の、はい。動脈が、脈拍が速くなります。そうです。まずこのピンクの方が活動してる時の交感神経の方なんですけど、速くなる。はい。でこちらはどうでしょうか？遅くなる。はい。こういう速くなったり遅くなったりするのも、この自律神経。自律神経。はい。で、勝手に、こういうコントロールしてくれます。はい。あ、あ
と、こちらが、はい。末梢血管。末梢血管。はい。まあ、末梢血管。末梢血管、この交感神経が働くときはどうなるでしょうか？拡大。収縮する。あ、はい。あ、収縮する。そうですね。こちらでは。収縮する。収縮。収縮する。はい。で、まあ、血の流れが悪くなってしまいます。はい。では、こちらはどうなるでしょうか？拡張する。そうですね。拡張する。はい。まあ、このリラックスしている時の方が、あの、血管、まあ、血の流れが良くなります。みんな末梢血管って何か分かった？分からない。あの、体の隅々の血管。そうですね、隅々の血管、まあ、手や足の先まで、あの小さい血管のことです。この末梢血管、まあ、この交感神経働くときは収縮して、あとリラックスしているときは拡張、広がります。あと、他にも、まあ、これ、血圧も変わるんですけど。血圧は、こちらはどう？低い。上昇する。高くなる。高くなる。血圧が、はい。上昇する。上昇します。する。はい。まあ、高くなる。まあ、上昇する。はい。で、はい。まあ、こういう活動しているときは血圧が上がります。でこちらは逆に、低下します。そうですね。こちらは低下します。はい。で、これ、読めますでしょうか？どうこう。どうぼこ。目の瞳孔。瞳孔がこの、あの目の、真ん中の、あの黒い部分になるんですけど、はい。はい。これを瞳孔と言います。で、この瞳孔が、交感神経が働くとき、どうなると思いますか？拡大する。大きくなります。大きく。あ、そうですね。はい。ま、大きくなる。拡大。はい。ま、拡大する。はい。ま、この黒いところが、ま、大きくなります。逆にリラックスしてるときは、縮小する。まあ、小さくなる、まあ、縮んで小さくなることを、まあ、縮小と言うんですけど、はい、リラックスしてるときは、あの、瞳孔も小さく、あの、縮小します。はい。あとですね、これ、大腸と、あと、小腸なんですけど、はい、これを、腸管。はい。まあ、腸管。これも少し、まあ、交感神経と副交感神経で変わってくるんですけど、この、まあ、腸のところで何とか運動をしていたと思うんですが、それは覚えている人に。前導運動です。前導運動。
はい、前導運動の、まあ、前導運動、皆さん分かりますか？はい、分かります。はい、分かります。はい、そうです。まあ、食べた食べ物が、ここで、伸びたり縮んだりして、運び。はい、まあ、運ぶ、働きをすることを、まあ、前導運動と言います。はい、じゃあ、この活動しているとき、運動がどうなるでしょうか？運動、働かないです。なんとか制、抑制、抑制する。あ、そうですね。運動、これ、まあ、抑制するという本ですけど、はい。まあ、あんまり、前導運動、あんまり働かないです。まあ、抑制する。まあ、運動をしないように、まあ、抑えるという意味なんですけど、はい。まあ、あんまり前導運動をしません。で、こっちが、まあ、難しいんですけど、これです。運動を更新する、働くこと、更新する。あ、そうですね。運動を、まあ、更新する。はい。まあ、運動、まあ、前導運動が、進むまあ、ちゃんと、はい、まあ、進みます。という意味になります。はい。あと、こちらも読めますでしょうか？結果。軌道です。軌道。結果。軌道、軌道。はい。これですね、この。軌道。はい、鼻から肺の道なんですけど、はい、まあ、この、まあ、空気の通り道のことを軌道と言うんですが、はい、この、そうですね、肺までの、まあ、通り道のことを、これですね。気管支が、緩む。はい、あ、そうですね。気管支が、この活動しているときは、はい。緩みます。はい。緩みます。まあ、たくさん、そうですね、空気が、入ってきます。逆に、リラックスしているときは、気管支が縮む、収縮する。そうですね、まあ、縮む。まあ、収縮する。収縮する。はい。はい。はい。そうですね。まあ、軌道は、まあ、活動しているときは、大きくなって、まあ、寝ているときは、まあ、縮みます。まあ、収縮します。はい、あと、最後、こちらも読めますでしょうか。悪化。はい。こういうふうに汗が出ること。発汗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 。活動してるときは、汗の方、たくさんかきますか？たくさんかきます。かきます。なんと言いますか、うん、更新する。更新する。そうですね。ここと、同じなんですけど、はい。更新する、まあ、更新する。はい。まあ、活動してるときは汗をたくさんかきます。で、逆に、こちらはあんまり汗をかきません。抑制、抑制。抑制する。抑制、抑制。弱くて、抑制する。低下する。はい。はい。まあ、ちょっと、すいません。ちょっと、ややこしくなってしまったんですけど、こういう、まあ、交感神経と、あと副交感神経で、まあ、こういう働きが、変化します。まあ、こういう器官が、まあ、大きくなったり、小さくなったり、この自律神経でコントロールしてます。すいません、ここまで大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。今先生。はい。末梢血管と毛細血管は一緒ですか？違うですか？毛細血管。違いますよ。違います。毛細血管って動脈から静脈に変わる。変わるところ。先っぽ、本当の先っぽね。はい。で、末梢血管っていうのはもう、なんちゅうのね、いろいろ体の中に通ってる細い血管のこと。先っぽまで。細胞までの血管。太い血管から細い血管になるでしょ、うん、はい。ここでずーっとずーっとずーっと一番先っぽ行ったら細胞血管。戻ってくるでしょ、ターンするでしょ、一番先っぽまで行って、細いの一番先っぽまで行って戻ってくるところはあれ、毛細血管って言うんだけど、そこに行くまでの細い血管を全部末梢血管。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまたこの、そうですね、自律神経、いろいろ、ちょっと覚えにくいんですけど、まあ、こういう違いがあります。はい。ちょっとこれから次のスライドに変えようと思うんですけど、はい。はい。では、他にも、まあ、高齢者に、まあ、多い症状として、これトイレの絵と、あと、ちょっとお腹が痛い絵が出てるんですけど、これですね。便秘。はい、まあ、便秘。はい。はい、まあ、利用者さんにも便秘の人いますか？います。います。あ、寝たきりの人も多いです。あ、そうですね。まあ、寝たきりの人とか、ちょっと、まあ、便秘になりやすくなる。って言うんですけど、はい。まあ、この便秘、まあ、一応、日本語でまた説明すると、こちらも読んでみてもらえますでしょうか。大概に排泄する便を、便量、花粉量が、大体に、できない状態の排泄できない状態。はい。まあ、体外に、はい、まあ、排出、すべき便を、十分量が、はい、でかつ、快適に、排泄できない、排出できない状態。はい。まあ、そうですね、ちょっと、まあ、文字で書くと難しいんですけど、まあ、体の外に、まあ、排出する、まあ、出す便を、まあ、十分な量を、まあ、かつ、この快適にはわかりますでしょうか？わからないです。はい、わかります。快適に。まあ、快適に、この、気持ち。コンポータブル。よく。はい。まあ、気持ちよく、まあ、簡単に、まあ、そう、まあ、十分な量で、かつ、まあ、快適に、まあ、便を出して、まあ、すっきりしない、まあ、快適ではない。まあ、普通に、便を出したら、うん、まあ、すっきりすると思うんですけど、はい。まあ、便秘の人は、まあ、便をしても、ちょっと残ってる、まあ、便がお腹の中に残っているような感じとか、うん、はい。まあ、快適ではない、はい。いい状態のことを言います。はい。そうですね。まあ、ちょっと、そうですね。こういう、まあ、お腹の中に便が
ずっと残っていて、まあ、排出できない、まあ、状態のことを、まあ、便秘と言います。はい。あと、まあ、次のスライドだけして終わろうと思うんですけど、はい。こちらも読んでみてもらえますでしょうか。食べたものが便利になって排出されるので、はい、まあ、食べたものが便利になって排出されるまで、はい、まず口から食べ物が入るんですけど、はい、でそこから喉を通ってこういう胃とか腸とかを通って、で、まあ、便が出てくるんですが、はい、まず食べてから、この、まあ、便になって外に出てくるまで、だいたい何時間ぐらいだと思いますでしょうか。72時間。24時間から72時間。寝る色ですね。そうですね。だいたいその、まあ、24時間、まあ、1日から、まあ、72時間、まあ、長くても3日目ぐらいまでには、まあ、便利になって出てきます。はい。まあ、人によ よると思うんですけど、はい。まあ、長くても、まあ、3日までで、便になって出てきます。まあ、こういう期間のことを、これですね。消化器。消化器系。消化器系。はい。まあ、消化器系。はい。で、まあ、食べ物が。いや、これです。まあ、食べ物が小さくなったり、あと体に取り入れられて、まあ、最後、便になるという流れになります。はい。すいません。ちょっとここまで、ちょっと難しいところもしてしまったんですけど、ここまでわからないところがあった人いますか？あったね、あったね。自律神経難しかったね。難しいです。難しかったの。頭痛いよ。あ、こう頭痛くなるね。頭痛いよ。言葉が難しいからね。そうです。そうです。まず簡単な言葉から覚えたらいいかな。そうです。また次、優しい言葉で教えてくれるかもしれないよ。お願いします。指名申請お願いします。はい。あと、脱水した時の症状って間違いやすいから、血圧がね、上がるんだっけ、下がるんだっけ、とかね。脈拍、脈が速くなるんだっけ、遅くなるんだっけ、うん、これポッと試験出た時に反対に答えやすいとこだから、うん、しっかり覚えてね。わかります。私もよく間違うの。何度覚えても逆になったりするのね。最後ごめんなさい。でも血圧が測った時に脈拍も出てるですね。うん、じゃない？ハルスキツメーターが SPO ですね、うん。オキシヘンのね。うん。違うんですか？ハルスって脈でしょ？オキシって酸素でしょ？そうそう、酸素ね。うん、ハルスオキシメーター。脈拍が、血圧も測った時にも見るですね。今の血圧計はね、脈拍も測れるよね。そうです。うん。で、パルスオキシメーターは脈拍と酸素がわかるよね。はい。
脈拍が酸素ですか？パルスオキシメーターっていうのを指で測るときに脈拍と血管の中、血液の中に酸素がどれだけ入ってるかが分かるのね。血圧計は今は血圧だけのもあるし、血圧と脈一緒に測るのもあるよね。や安い血圧計は血圧しか分からないよ。で、質問は何だったんですか？でね、脱水したときに脈が早いってこと、心臓パクパクが早いんでしょ？はい。でも弱いんだよね。早いだけど弱い。そう。早いけど弱い。弱いのが早いね。弱く早くなるのね。うん。だから血圧は低いままね。血の中の水の量が少なくなって、脈拍が早くなります。うん。うん。で、本当に脈拍が本当に早かったら、ポン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 と血圧上がりそうだけど、脱水の時はそうじゃないよってね。逆なんやね。逆なん。だから間違いやすいのね、これ。気をつけや。そう、気をつけや。わかりました。覚えるってね。覚えるしかないな。そうそう。で、自律神経も覚えるっていいですか。はい。はい。石田先生、ありがとうございます。先生、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。めちゃくちゃ大事なとこばっかり出たからね、今日の。はい。介護福祉の試験にもいっぱい出るぞ。先生、ありがとうございます。はい、覚えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生。はい、お疲れ様です。